Zerobasione が水の中でも爽やかなビジュアルを誇った。彼らは最近、公式 SNS を通じて 3RD ミニアルバム、You Had Me At Hello の SUNSHOWER バージョンのコンセプトフォトを順次公開した。公開された写真は、まるで水中を連想させる神秘的な背景で、ブルーカラーをポイントにしたスタイリングで9人9色の爽やかなビジュアルを披露している。Zerobasione は先立って公開されたソーラーバージョンフォトを通じて太陽の強烈さを盛り込み、今回の SUNSHOWER バージョンフォトを通じては水中にいるような雰囲気で清涼感あふれるコンセプトフォトを完成した。この中で、ソーラーバージョンで登場した停留所が再び登場。また、Zerobasione の結成日である2023年4月20日と書かれていていることが注目を集めた。彼らは、You Had Me At Hello を通じて名実ともに、5世代アイコンとしての歩みを継続する。彼らは昨年発売したファーストミニアルバム、Youth in the Shade とセカンドミニアルバム、MELTING Point が連続でダブルミリオンセラーを記録し、K-POP 史に新しい歴史を残している。特に、Zerobasione は灼熱の太陽の下で一緒に踊るダンスだけに没頭する瞬間を歌った収録曲、スウェット、デニ、カン、中の主要音楽チャートにランクイン。さらに世界26、地域の iTunes でトップソングチャート1位を席巻した。3RD ミニアルバム、You Had Me At Hello は5月13日の午後6時。各種音源サイトを通じて公開される。